ルルとノノ、庭暮らしの猫は家の中に馴染めるのか。大丈夫？わあ、昨日ちょっと大変だったんだ。ちょっと今片付けてあげるから、ちょっと待ってね。外出から帰ってきました。にゃーごちゃんがいません。どこに隠れたかな。にゃーちゃんこっちにもいません。ん、声がした。あれ、にゃーごそこにいたの。そこにいたの。そこに隠れてたの。あ、いいんだよ。もうちょっとね、そこ隠れてみたんだね。あ、そうなの、そうなのね。お外を見てるの。にゃーちゃん、今日は8年ぶりのシャンプーをして綺麗な体になりましょうね。ロミとダニもお薬も効いて、虫もいないし、お腹の回虫のお薬も飲んで、今ね、体はいい状態だね。あとはシャンプーをして、ちょっと体の汚れを落としましょう。ちょっとね、不安だけど頑張ろうね。はい、シャンプーで洗っていきます。頑張ろう。ちょっと不安だね。よいしょ。頑張ったね。ねえ、やっぱ洗濯ネットもやったからね。あとね、はい、ミーコ、新しいお家になります。ミーコ、ミミ、いろんな呼び方に変化中。先住猫、花ちゃんが興味津々、ぐいぐい来ます。年齢的にギャルとおばあちゃん。いやだって。うん、やめとこっかね。毎日ちょっとずつ距離が近くなっていきました。威嚇はしないよ。でも、はなちゃんが上がれないところにみーこは登ります。あれ、首輪してるの。首輪しました。黄色の可愛いの。可愛い蝶。可愛い蝶じゃない、可愛いなの。どうやって自分で上がるの、上の。うん、だこっから、ポン、あの、ここ一発で行くね。ほんとすごい。あと、こっからそこ、ここからと飛んでいく。すごいジャンプ力だね。ジャンプ力がすごい。なんで、全然慣れてないんだ。ちょっとこうやってしてる。ちょっと顔がやっぱりさ、表情がちょっとあんまりないでしょ、うん、向こうに距離を取りながらもなんとか共存していけそうです。新生活は順調なミーコでした。